どうも、石黒です。折り紙キング続きやっていきたいと思います。お疲れっす。二人ともすげえかっこよかったっすよ。俺なんかただ楽しんだだけで、なんかすいません。ボム兵ボスだと思ったけど、違ったな。なんか途中で裏切るかと思ったけど。いやいや、危ない危ない、これ。青テープも取れたし、キノピオさんも助かって、これにて一件落着ですわ。大活躍でしたね、兄貴。それじゃあ、オエドランドに戻りますか。戻ろっか。やっぱり敵もいなくなって、こっちもしかしてなんかあるか。なんもないか。なんもないね。花道ができてますね。ヒーローだ。ありがとう。どうした？兄貴、オリビアさん、どうしたの？思い出したっす。亡くなった記憶が全て戻ったんすよ。わーいわーい、ボムヘサの思い出が戻って本当に良かったですわ。オエドランドも楽しかったし、青テープも取れたし、良かったですわ。だらけですわ。花火がドカーンと打ち上がるのを見てたら、不意に記憶が戻ったんですよ。だけど、兄貴とオリビアさんとの旅の思い出は、戻った記憶のどれよりも楽しかったっす。お二人のことはこれからも絶対に忘れません。どうか、お元気で。ちょっとボム兵さん。私たちの旅はまだまだ続きますわよ。むしろこれからですわ。ここでボム兵さんとお別れしたら、私たちに寂しい思い出ができちゃいます。紙テープを全部取って、P 事情のアニメを止めるその時まで、この旅の最後まで、ずっとずっと一緒ですわよ。ジーン。俺たちボム兵は湿気厳禁なんで涙は出せないんですけど、ここ完全に泣くとこっすよ。ありがとうっす。俺お二人に一生ついていきます。約束っす。もういい話だな。そういう人情話、あなたじゃ大好きだよ。さーて、青テープも取ったし、次は黄色のテープですわね。おう、水門も通れるようになったしな。そんじゃ、次の風渡り谷まで川下りを続けるとするかね。もう早速行きますね。ありがとう、ありがとう。頑張って、頑張って。また来てね。ありがとう。頑張って。ありがとうね、キノピー。早速黄色いテープを方向に向かってますね。ん？ねえねえ、ボム兵さん、
私たちと出会う前のお話とかぜひ聞きたいですわ。あ、そうっすね。いろいろありましたよ。人生いろいろってやつっす。え、言わないんだ。人生いろいろですって?すごい、深い。いいの?これで、オリビア。オリビアさんだって、これまでいろいろあったでしょ?兄上さんのこととかさ。そうですわ。兄上を止めるためにも頑張って、次の紙テープを目指さなくちゃ。お、ついた。風渡り谷に到着。お茶で川下りは終点となります。ご乗船ありがとうございました。わい岩に囲まれて壁みたい。ダイナミック。これが谷って言うんですね。谷寄りと同じですわ。違うか。一緒一緒。紙テープを追いかけて風渡りをゴーですわ。よし行きますか。早速。あ、実はですね、アイテムをね、折り紙の色を、桜の花びらに変えるアイテムがあったんで、アクセサリーが。それをね、ちょっとね、買って装着しました。これはですね、これ。紙っぺらがサクサクの花びらになる。で、遠くの紙っぺらも拾えるようになると、タイムラプス。タイムプラス、ガードプラス、ハートプラス。買いました。桜の花びらの方が良くない?なんか。センキュー。え、あー!やっちまった。あ、ベンチあるから行くか。ベンチに座ってと。折り紙のことわざにこんなものがあったような気がします。人生、山折れば谷折り。多分た、折り紙には山折りもあれば谷折りもあるってことなのか。なかなかに深いっすね。いろいろついてなかった。谷底の折りにもいつか人生の山場が来るんすかね。OK。回復と。いっぱいもらえるな、これ。ん?トンネルの中入っちゃう?紙テープは谷の向こうまで続いてますわ。行くしかないね。あの入り口はトンネルかな?中を通って向こうまで抜けられるかもしれないっす。行ってみようか。待っていたぞ。誰?え?お!ラスボスじゃないか、あなた。兄上!オリビア・マリオ君久しぶりだな。兄上、ピーチ城をテープで巻いたり、キノピオさんたちをくしゃくしゃにしたり、どうしてそんなひどいことばっかりするの?私はこの薄っぺらな国を折り紙のための王国に作り変えてやるのだ。お前こそ折り紙なのにどうしてその素晴らしさがわからないのだ?折り紙のため。だからって、ペラペラさんたちみんなをひどい目に合わせるなんて、そんなの良くないですわ。もうやめてください。そうか。お前を説得しようとわざわざ出向いてきたが、やはり話しても無駄なようだろう。お前はマリオ君と組んで私のジャパンマリカルで食べちゃったってだもよ。それもここまでだ。何?ボス?岩?危ない!オリビアが。さあ、これでもう先へは進めまい。逃げ遅れたオリビアは気の毒だが、これでもう邪魔もできないだろう。君たちもここで引き返し折り紙王国が誕生するときをおとなしく待っていたまえ。兄貴、この岩でかすぎてどうやっても動かせないっす。オリビアさん大丈夫っすか?
あ、聞こえる。重い。いくらオリビアさんが折り紙とはいえ、さすがに苦しそうっす。早く助けないと、折り目がつきすぎて手遅れになってしまうかも。どうすんの？一体どうしたらいいんですか？え？ボムヘ？まさか。自爆する気か？兄貴。オリビアさんを助ける方法が一つだけあるっす。それは、大海原っす。あ、なんだ。大海原っす。今すぐキノピオタンの港へ行って、船で大海原に出ましょう。どうか俺の言うことを信じて、とにかく急いで港へ行きましょう。ちょっと待って。助けて。兄貴、早くオリビアさん助けないと。キノピオタナの港から大海原に出る。じゃあ戻るか。土管とかないもんね。ないね。まだいるかな。港へ行くってから。タウンまで戻るなら、オエドランドの旅などの感がペインだけど、どうするかね。オエドランドまで戻る。おお、すげえ。逆流できるんだ。すげえ。川登りよくできるな。じゃ、これで。こっちに来て、ここに入って。オッケー。港に行けっつってたね。行ってみよっか。さあ、兄貴、港へ行くっす。こっちかな？港、あ、ここだ。あった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 。これ乗ればいいのかな？あ、マリオさん、もみじ山でピチピチしてたところを助けていただいた船乗りでーす。こちらの船で大海原に出られます。出航しますか？はい。初めて来た。紫のテープっす。ここにもやっぱり紙テープがあったんすね。さて兄貴、大海原まで付き合ってもらってありがとうっす。実はオリビアさんを助けるためには、ある大事なものが必要。それがこの大海原のプリンセスピーチ号っていう船の中にあるはずです。あれさえあればきっとオリビアさんを助けられます。さあ行くっす。なんと。このまままっすぐ進むとでかい船があるはずです。それがプリンセスピーチゴっす。行ってみよっか。加速。まっすぐいいのね。あ、もう見えた。すごいでかい。あれじゃないかな。絶対これだ。兄貴、あれがプリンセスピーチゴッス。
多分紫のテープは海の下なんだろうな。さあさあ着きました。プリンセスピーチ号。おお、これがあの有名な大型遊覧船プリンセスピーチ号か。確かクルーズ中のはずなのにこんなところに泊まってるなんて何があったんだ。オリビアさんを助けるための大事なものは2階の VIP ルームにあるはずっす。エントランスホールに直通のエレベーターがあるんで、まずはそこに向かうっす。はい、ということで、今回の折り紙キングはここまでにいたします。次回、このプリンセスピーチ号をやっていきます。次回もお楽しみください。それでは、お疲れさんです。またねー。